2024年に新成人となる乃木坂46メンバーの成人式が、1月9日にグループのゆかりの地でもある乃木神社にて行われた。過去最多の8人で迎える成人式。2024年の新成人メンバーは、3期生の岩本蓮加、4期生の黒見明日香、清宮玲、林瑠奈、松尾美優、5期生の一ノ瀬美空、岡本ひな、川崎さくらの合計8人。乃木坂46では、過去最多タイとなる人数が同時期に新成人となった。世代交代を迎え、グループの一員であるという自覚が芽生える。囲み取材の冒頭では、能登半島地震で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。またそのような時に、新成人を迎えたメンバーの成人式が行えたことを心より感謝しております。と、メンバーを代表して岩本がコメント。また、記者からの質問で毎年恒例となっている、今年の新成人は00世代、に関しては、乃木坂、上り流、世代、と全員で力強くコメント。2023年、グループの礎を築いてきた1期生、2期生全員が卒業し、3期生から5期生へと世代交代した乃木坂46。新成人としてだけでなく、グループの一員として自覚が芽生えた2024年の乃木坂46成人式となった。